皆さんこんにちは、キリアです。レールウェイエンパイア2続きをプレイしていきたいと思います。さあこちら、現在このキリアコーポレーションの路線こんな感じになっています。このプライス停車駅からブリストルまで伸びている。そして前回気づいたんですが、こちらこの西の方にライバル会社の路線がだいぶ伸びてきているんですよね。これってもともとライバル会社3つともこっちの島にいたのかな。そしてこのオレンジ色のこの線路がこっち側に伸びてきている。このドリスコル伐採場、ここに鉄道駅を作っているというところ。ここでこのスウォンジーという町、これがこの相手の会社とこのキリアコーポレーションのちょうど中間でもないかこっち寄りですね、ライバル会社寄りですが、ちょっとねこのライバル会社がこのスウォンジーに伸びてくる前にキリアコーポレーションがここに鉄道駅作っちゃいましょうか。これってここに鉄道駅作ってもライバル会社伸ばしてくるのかな。こっちの方を見る限り伸ばしてきそうな気もするこのコルクという街に2つのライバル会社がそれぞれの路線ありますもんね。まあ現実の日本でも同じ街に、同じ街というか同じ場所に JR の駅と私鉄の駅があったりするのは普通ですもんね。まあちょっと一回どうなるかわかりませんけど、とりあえずこのスウォンジーのところ駅を作ってみましょうか。で、ちょっと待てよ。このライバル会社って、なんていう会社だ？これかな？このイドリース・ケイ・ベイリーか？この帽子かぶって、葉巻を加えている。これこの人っぽいですよね。このイドリース・ケイ・ベイリーのローリング・サンダー社というのか、このローリング・サンダー社との戦いになりますね。そしてここが、うん、なんかにっこり笑ってる人。これはこれか。パーティー・シャイロ。こちらがフラミンゴレイルインクフラミンゴレイル、そしてもう一つが、こちらキセルを加えているウォーターパヨンク、これがこちらですね。こちらの人、これがケッセルドルクグンブイエイチという会社です。そしたらこのキリアコーポレーションが、まずはこのローリングサンダー社が近くにいるので、ここを先に抑えてしまいましょう。このスウォンジー。そしたらこれはブリストルからまあ普通に伸ばして、で、駅の向きとか考えるとこれどうすかな？上と繋げるか、それかこれ、ずーっと一直線でずーっと回すか、もしくは、このオックスフォードがこの街で一番住民が多い街、そしてここにレストラン作ってるのあるので、で、このレストランは、この駅から出発する、もしくはこの駅で列車を乗り換える乗客からの収益を 15% 増加。なので、なるべくこのオックスフォードを使ってほしいんですよね。となると、こっちブリストルからスウォンジーに伸ばすとして、で、その後は、ここから上に行くんじゃなくて、こっちの上の方の、このホリーヘッド、バーミンガム、ケンブリッジ、この辺の都市はこのオックスフォードから、また別路線を、ここに、新しく付け加えて、そこからこう回していく感じに、してみましょうか。なのでこのスウォンジーの駅は向き普通に横向きで、こっちからうーんと待てよこのブリストルの駅が縦向きでこう来て、ここからこう曲がる感じでいいかな。んーでこう来たところでこの向きで止まる。また街の真ん中をど真ん中に駅を作ることになるけど、こちらに作ってみま、ちょっと待てよ。これって街破壊するけど人口は大丈夫かな？人口2091人、2091人の人がいて、そしたらここに作ります。これで、だいぶ街の形が変わってしまっただいぶ変わったけど、ここの住民の数変わってない、よし、でこちら線路を、今これ路客列車はこの2番目の線路を使ってますよね。そしたらまずはこのブリストルのこちらの貨物列車の方、こちらのホームをこのスウォンジーのこちらとつなぐ、こことつないで、これで費用が75万か。結構すんな。今正直280万だけど75万。トンネルと橋が高いのか。トンネル30万、橋36万。これでトンネルがここにあるのか。このトンネルをそしたら、トンネルじゃなくすと、一気に安くなりましたね。51万。他にも、待てよ。これって、土をものすごいえぐっているけど、これ、高くすると逆に高くなるんだ。
土をえぐらないようにすると逆に建設費用がかかる。これ、えぐった方がいいな。ちょっとまたこの辺、微調整してやっていきましょう。なんかこれ、安くしようとすると、線路が曲がる。これ線路を曲げた方が401,600。まっすぐにすると402,500。こっちの方が安い。なぜ？土地が安いとかなのかな？ただこれがなんだ、9%、50km。あ、そっかこれ、速度が、そっか曲がってると速度が出ないのか。ああ、これで速度最大ということか。あ、そっかそっかそっか、これ、変に安いところばっかり探して変な形にするよりは、多少お金がかかってでもまっすぐ、うわーってしまった、なんかありました。多少お金がかかってでも、まっすぐ線路を敷いた方が、列車の速度が出るから、その分利益は出しやすいとか、になるのか。そっか。このパーセンテージはなんだ？傾斜か何かかな？よし。そして、あとはこっちの橋の方ですけど、この辺はどうすればいいかな？ああ、こう曲げた方が安いし、速さも出る。まあなんか、そういう速さが、列車の速さが出しやすいような形とかもあるのかな？ちょっと全然詳しくないからわからないけど。よし、とりあえずこれで行ってみるか。もともと70万以上お金がかかっていた線路、微調整を加えることで316,726で建てられるようになりました。そしたらこちらで線路建設しましょう。よし、これであとはもう一つ。そしたらこれで今度はこちらの旅客列車の方を、線路こうつないで伏線にする。これが、あれ、19万なんだ。ああ、これ、普通に建てるより、こっちの平行線路の方が安く済むのかな。よし。では、これは19万4千で建設。よし。これで総工費がだいたい50万ぐらいかかりましたけど、これで路線を伸ばすことができましたね。こっちのローリングサンダー車よりも、早く、このスウォンジーに路線を伸ばすことができた。そしたら、これ、路線編集。まずはこの、プロイセン P8。この旅客列車をロンドン、オックスフォード、ブリストル、そしてブリストルの後にオックスフォードを消してスウォンジーに行く。で、そこからブリストル、オックスフォード、そしてロンドンに戻る。これで OK ですね。これで確認。んで、こっちの貨物列車の方も、これ貨物列車いっぱいか？あれ？大丈夫か？これ。もう少しこれ本数増やす必要あるのかな？こちらも、プライス停車駅、ロンドン、オックスフォード、ハギンスターミナル、ブリストルで、ここに、スウォンジーを、これって、あ、こうできるんだ。そして、もう一回、ブリストル、スウォンジーの後にブリストルにして、これで OK か。ブリストル、スウォンジー、ブリストルで、ハギンスターミナル、オックスフォード、ロンドン。これで OK ですね。よし。そしたら、これで、確認。さあ、では、これで、こちら列車発車していきましょう。まずはこちら、ロンドンラインがブリストルに向かっている。さあ、この荒野を走って、ここでまずはブリストルに到着。前まではここは終点だったんですけれども、さあ、ここで乗客と、この郵便物を下ろして、そしてここに、うわー、待て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 、あれも呼びたかったけど、ちょっと待って、今のも読みたかったけど、これでブリストルからスウォンジーに向けて列車が発車していきます。さあ、ここでぐにゃっと曲がるんだけど、これが最高速度が出る、ね、この線路の敷き方。そしてここでこの土を掘ったところを走っていく。さあ、これでこちらのスウォンジーに到着。よし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 。さあ、そしてここでも乗客と郵便物を乗せていって、これもいっぱいか。まあこれ、今まで鉄道が通ってなかったから乗りたい人がたくさんいるという可能性もあるけど、これもう普通に一つの列車じゃ足りなくなってきているということか。さあ、これでこちらのこの橋を渡っていきます。あ、こんな感じになってるんだ。うわ、ちょっと、ここに人が乗って、この石炭の方で何かやってる、作業してる。さあ、そしてここで、あー、これもいっぱいだな。そっか、これ伏線にする必要あるか。こっちの貨物列車の方は今ここロンドンに到着して、
オックスフォード行き、ブリストル行き、スウォンジー行きのビールがいっぱいだ。こっちもいっぱいだ。そっか、これ貨物路線と鉄道路線両方とも伏線にする必要あるな。うん、これはそしたらもうこれは伏線にしますか。あとはお金がどのくらいかかるかですよね。例えばロンドンからオックスフォードをつないで15万7千か。あれ、敷設ができない。なんだ、ん？この線路区間のカーブは急すぎます。しまった。これ、そうなるのか。これ、そっか。ここを作った時に、1番線、2番線のホームに入ってくる線路は作れたんだけど、3番線になるとカーブが急すぎる。そんなあれもあるのか。ちょっと待てよ。結構これ、大工事が必要だな。例えばこれ、このロンドンでは2番線に貨物列車が走ってるけど、これを3番線、4番線に変える必要があるんですよね。なのでその辺もちょっとうまくやらないといけない。で、あとはここのオックスフォードのカーブも作り変える。となると、まずは、このオックスフォードと繋がってるこの線路、これを壊して、んで、ある程度、ここからある程度まっすぐ行った上で、こことつなげる必要がある。待って、これ線路丸々壊した方がいいかな。これでこうなる。最短距離でつなぐとこうなる。で、これをこんな感じ。よし、こんな感じにするか。これで88,000、ここで建設で、2番線の方もここでこうして、これで平行線路でこう作る。で、これが両方とも旅客列車になって、そして今度3番線の方に、これで15万6千お金足りるか。こうする。そしたらこれで15万、これだけで。ロンドンとオックスフォードを4車線にするだけですごいお金かかったな。あ、そうか、これ。そうだ、ハギンスターミナル、そう、こうだった。しまった、二つしかできないんだ、これ。しまった、ここどうしよう。これこそ前にやったように、ハギンスターミナルを避けて、線路を敷くことにするか、それか、ターミナル自体を立て直すか。あ、これ、払い戻しって結構時間経ってでもできるのか。建設費用のうち87,500が払い戻される。これってもしかして、鉄道駅作るときの費用、あれ ?37,500? あれ一回じゃあ、これ、払い戻ししてもらいましょうか。87,500 払い戻し。この線路も払い戻しされてますね。あれ、これ無料で作れる？え、作り直し自由。よし。ではここに鉄道駅を作ります。これ今 37,500、 あれ最初高かったのかな。あ、それか、あれか、線路を路線増やしてこのホームの分新しく作るのに5万かかるからか。じゃあもう丸々戻ってくるんだ。なるほど。そしたら、またこちらに線路を繋いでいく。こちらで 53,534。で、二つ目の路線82,000。なんでこっちの方が高いんだ？あ、そっか、駅のプラットフォームか、そっか。これこうする。そして三つ目をここに繋ぐ。そして四つ目、これで繋ぐ。お金かかるな。さあ、そして、次はブリストル駅。そしたら今までの駅舎に近かった方、これが、今度は4番線に入る。よし、これで137,000。そしてこれで32,000。これ32,000。そして、これ32,000。よし。こんな感じで4車線にする。んで、そしたらこれと、このブリストルと、このスウォンジーのここの2つはそのまま使っていくか。そしたらこれ3番線193,000。そして4番線193,000。結構お金飛んでくな。これで100万くらい使って、ただここで、伏線にしたことで、だいぶ利益は出しやすくなるはず。で、あとはこのスウォンジーのところで、これですね、路線変更機。これを、ああ、これだいぶ長くないとダメか。よし、ここに作る。
うん、で、あとこれを、この反対側の、ロンドンは旅客列車だけが、あ、これ待って、最大の本数？ん？あ、こんな感じで2つだけとかできたんだ。あー、なるほど。そしたらここでこうして、それならさっきのスウォンジーのところも4つ全部やる必要ないんだよな。で、ここのみ解体。奥の2つ。そして手前の2つ。よし。これで OK か。なんかずれてるぞ。なんか。ものすごい気になる。ここはしっかりと同じ。これ大丈夫か？これで一直線に繋がってますね。よし。これであとは、ロンドンの方を、プライス停車駅の方で、2路線使ってこっちの3、4に到着しないといけないから、ちょっと待てよ。これも、全部解体するか。よし、お金は戻ってくるし。なので、ロンドンの3番目のホームをまず、プライス停車駅の2番目とつなげる。ん？待てよ。ちょっと待て。違うわ。待て。これ、終点だから、2つ必要ないのか。終点だから、ここと、4番線をつないで、ここに付設する。で、この3番線を、ここで2番線にする必要がなくて、これで OK ですよね。ここは終点なので。これで建設。よし。そう待てよ。そうするとこっち側もか。待て。こっち側も。そうするとこれ数数。で、例えばこうして線路作る。そして、これで、ここを壊していい。で、次のこの2つ目のホームをつなげる。これで、ここが必要なくなる。で、さらに、こことここをつなげる。これで OK か。よし。これで3つ目と4つ目のホームを使わなくて済むから10万戻ってくる。よし。これで OK か。これで、これ大丈夫ですね。これ終点なので、この2つ、貨物列車の2つの線路と、こちらの旅客列車の2つの線路、それぞれが1つのホームに、くれば良いということですね。これで合ってますよね。これで合ってる？大丈夫か？待てよ。そうなるとこっちのロンドンもか。待て。ここの旅客列車の方のロンドンも片方で良かったのか。まあ一回これはもうここで。よし。これで、所持金150万、少し戻ってきましたね。よし。こんな感じにして、そしたらここで路線を作っていきますか。まずこのロンドンラインがロンドンを出発して、オックスフォード、ブリストル、スウォンジーでブリストルに戻ってオックスフォード、そしてロンドンに帰ってくる。で、この時に、今このロンドン、終点ですけど、2つホームがあって、で、これをどちらでも使っていいので、これチェックを外しましょうか。これで、2つあるホームのうちの空いてる方を使うという設定になる。これで OK。で、このオックスフォードの方では、1番線の、この駅舎側、下側を使う。で、ブリストル行って、スウォンジーに行って、ここで折り返して、で、ブリストルに戻ってきた時は、ここは3番線ですね。駅舎が上にあるので、この旅客路線の左側を使う。あ、そういえばこれ左側でいいのか。まあ、左側でいいのか。何も考えず左側通行でやっていたけど、イギリスって確か左側通行ですよね。車とか。列車もそうなのかわからないけど、まあ、とりあえず、イギリスですから左側通行で行きましょうか。で、オックスフォードを通ってロンドンに帰ってくる。よし、これで OK。そして次は、旅客列車の方。これも、プライス停車駅からロンドンに行くんだけど、ここで今まで2番線を使っていたのが、今度はプライス停車駅からやってきて、そして左側通行で向こう行くので、これは3番線になりますね。3番線を使う。そしてオックスフォード、ハギンス、ブリストル、スウォンジーに行って、このブリストルに2回目戻ってくるとき1番線のこの左側、ここを使う。そしてハギンス、オックスフォード、ロンドンに戻ってきてプライス停車駅、これで一周する。これで OK か。で、あとはここでこの線路の向きというのを設定する必要がある。
これでまずはプライス停車駅のところから、こう、左側通行になるように設定して、そしてロンドンの方も、こんな感じでいいのかな？これで、下の2つが旅客列車の路線。この2つが左側通行。で、奥の2つ、これが貨物列車の路線。これも左側通行にする。これで実際の線路もこういう風になってるのかな？これ例えば、旅客列車と貨物列車を左側通行を2車線走って、旅客と貨物の左側通行で戻ってくる方を2車線とか、そういう感じじゃないですよね。旅客と貨物で完全に左側通行で分離した形で左側通行、これでいいのかな？実際の方を全然知らないけど。まあ、とりあえずこれで行きましょう。で、これ、オックスフォードの方も、こんな感じにする。んで、残りも、同じように設定していく。これで OK か？そしたら、こちらのロンドンライン、本数増やすのが、この路線編集で、この列車の数を増やせばいいのかな？ただこれ、列車の数を増やした時にどこから生まれるんだ？これ、ロンドンが反対側のスウォンジーまで行ったあたりで増やした方がいいのかな？そう、まあ、とりあえず、時間進めていってみましょうか。まずは、ここの、ロンドンラインの列車。ここで、乗客と郵便物を積んで、オックスフォードに向かって行く。そして、こっちでは貨物列車が、向こうに行ってますね。よし。これで貨物列車がうまい具合に、あ、よし、ロンドンの方の3番線の列車に入ってますね。3番線の線路に入っている。こちらの旅客列車の方も左側通行、この4車線あるうちの一番左を通って走っていっています。あー、ちょっと待って、そういえばあれ忘れた。前に作って壊してしまった補給塔だ。前このオックスフォードとロンドンの間に作ったんですけど、線路を完全に新しく作り変えたので、その時に壊したんだ。そしたらこれどうしよう。ロンドン、オックスフォード、間と、あとこっちにも作っとくか。これだけもう長い路線になったので、この辺橋に入る、直前。ここに作っておいて、ここで補給してもらいましょう。よし。さあ、これで橋を渡って、向こうのスウォンジーに向かっていく。これで列車がここのスウォンジーに、ここで大丈夫ですね。ここで合流して入ったあたりで、ここら辺で路線編集、この列車を増やす。これで OK か？これで費用結構かかるな。12万。ここで確認。これでナンバー2が配置待ちになって、あ、これロンドンのところに来ましたね。よし。これでロンドンの方で乗客と郵便物積んでいく。あ、こっちはいっぱいにならないか。そしたらこれで片方はスウォンジー出発、もう片方がロンドン出発。これでいい感じの間隔で走っていく。さあ、これでこのナンバー1とナンバー2がここですれ違いますね。よし。二つの列車がこれですれ違っていきます。今ちょっと冬景色になってる。今こちら1901年の1月、イギリスが雪に包まれています。で、このスウォンジーに到着するところで、そしたらこの貨物列車の方も列車を二つにします。これが 66,200。こちらで配備して、これでナンバー2の方もプライス停車駅の方で行きますね。よし、荷物を積んでいく。よし。さあ、そしてこっちのナンバーワンの方は、スウォンジー駅のところで、向こうの旅客列車と、ここで、すれ違っていく。よし、とりあえずこれで問題なく走っていけてますね。大丈夫かな？これで。お、これで貨物列車を追い抜いていきますね。おー、いい感じで。それぞれの線路を走っていく。さあ、こちらかなりいい感じで、この2車線ずつの4車線の線路、うまく走ることができてますね。よし。よし。さあ、そしたらこれで、この
ライバル会社がこのスウォンジーに到着する前に、このスウォンジーまで路線を伸ばすことができました。キリアコーポレーション。ここからこれどうなっていくのかな？このライバル会社がこっちのスウォンジーの方まで路線を伸ばしてくるのか？我々の方としましても、お金を今だいぶ使ってしまったので、ここからさらに北の方、このバーミンガムとかケンブリッジとか、こっちの方に伸ばしたくはあるんだけど、ちょっとお金が心もとないので、しばらくお金を貯める感じでいきましょうか。そしてまたしばらくお金を貯めたら、これどうすかな？西の方に、こっちに参戦していくか。それかまあ地道に北の方を伸ばしていくか。あとはこのライバル会社が何か、スウォンジー側に向かって伸ばしてくるのか。ちょっとその辺また様子を見ながら、このキリアコーポレーションさらに会社を発展させていきたいと思います。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。